スーパーコンピューターからミクロな世界へダイビング、ミクロアドベンチャー。理学部生物情報科学科の村岡あさです。私の専門は計算科学です。私はスーパーコンピューター、通称スパコンを使用して、太陽の光からより多くの電気に変換できる太陽電池の材料について計算をしています。小学生の時に自然現象を表現できる分野の数学を教えてもらい、理系の学者に興味を持ちました。学んでいく中で、目には見えないミクロな世界も数学で表現できることを覚え、大学ではミクロな世界を数式に表すこと、その現象を見つけ出すことに没頭しました。自然現象が物理、科学、数学にまたいで表現できることに感動し、今の研究に至ります。1年次には全員が数学、物理、情報の基礎を学びます。2年次以降の物理の授業では、波や光、電磁気学、宇宙や天文の物理、目に見えない世界を表現する量子力学を学習します。学部生も高性能なコンピューティングマシンを使った演習ができます。これはシミュレーションによって目に見えない現象について理解することができる面白い授業です。本学科では独自でキャリアガイダンスを開催するなど、学生が満足できる丁寧な進路、就職支援を行っています。製造業では自動車業界、エネルギー産業などのエンジニア、 IT 業界では SE プログラマー、他には教員、公務員の道に進む学生が多いです。研究者はもちろん、サイエンスコミュニケーターといった表現者を希望する学生もいます。計算科学は10のマイナス6乗以下のミクロの世界から10の25乗の宇宙まで、あらゆるサイズのつながりを感じられる面白い領域です。視野や発想を大きく成長させてくれると思います。これだと思ったら自分を信じて、さまざまな可能性に挑戦する女性になりませんか？お待ちしています。